2型糖尿病の患者はより頻繁に歯磨きをしている人はヘモグロビン A1C も食後血糖値も空腹時血糖値も良好であるという結果が出ているんですね。はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日のテーマは糖尿病の予防に役立つ毎日の習慣ということなんですけども、それは何かっていうと歯磨きなんですね。歯磨きと血糖値って一見関係ないように思うかもしれないですけども、実はめちゃくちゃ関係あるんですよね。糖尿病だと血糖値のコントロールが悪くなるんですけども、これは歯磨きを怠ってると血糖値のコントロールが悪くなるっていうこともあるし、逆に血糖値のコントロールが悪いと虫歯とか歯周病も悪化しやすいという、どちらも相関関係があるわけですね。ですから血糖値が気になる方っていうのは、食事管理とか運動だけじゃなくて歯磨きもしっかりやった方がいいよということを今日は解説していきます。まず歯磨きで糖尿病の予防ということなんですけども、アメリカの歯科医師学会が発表した論文なんですけども、これは糖尿病と口腔ケアに関する11件の論文を集めてレビューした研究になるんですけども、2型糖尿病の患者はより頻繁に歯磨きをしている人はヘモグロビン A1C も食後血糖値も空腹時血糖値も良好であるという結果が出ているんですね。つまりこれは1日2回以上歯磨きをしているという方は特に血糖値のコントロールが非常に良好であるということが分かっています。そして次にこれサンスターが発表した研究なんですけども、歯のケアと血糖値コントロールの関係で歯間清掃習慣、つまり歯間ブラシをしっかりやってる方、週3回以上やってる方はやってない方に比べて血糖値のコントロールが良いということが分かっているんですね。そして右のグラフは歯の本数、歯が残ってる本数が20本以上の人はそれ以下の人に比べて血糖値のコントロールがいいということなんですね。つまり若い時からしっかり歯をケアして年を取っても歯が残ってる方というのは血糖値のコントロールも優れているということが分かっているんですね。つまり明らかに歯のケアと血糖値のコントロールは相関しているということが言えるわけです。はい、ではなぜ歯と血糖値が関係あるのかっていうことなんですけども、これは歯には歯と 歯茎の間に歯周ポケットっていうものがだんだんできてきますよね。ここで歯周病菌がものすごく繁殖するんですけども、ここで繁殖した歯周病菌っていうのはこの歯茎の毛細血管の中に入っていって、全身の血流に移行してしまうわけですよね。そうするとこの口の中が悪玉菌の一大繁殖拠点になりまして、この口の中で繁殖した細菌が毛細血管から全身の血流の中に入っていって、そして全身で炎症を起こすわけですね。そして各組織で炎症を起こすと、その炎症を起こした組織というのはインスリン抵抗性を誘導されるわけですね。これなぜかっていうと、炎症が起こってるっていうのは体に対して非常にストレスがかかっている状態ですから、体はこのストレスに対応するためにエネルギーを確保しなきゃいけないので血糖値を上げようとするんですね。ですから体に炎症が起こると炎症性サイトカインというものがどんどん出てきまして、それは血糖値を上げるためにインスリンの効きを悪くするという効果があるわけです。でさらに言うと、その炎症が膵臓に行った場合は、膵臓というのはインスリンを分泌するところですから、膵臓で炎症が起こることそのものがインスリンの分泌を悪くすることになるわけですね。これによって歯の健康が悪いと血糖値にも悪影響が出てくるということが言えるわけですね。でそしてもう一つは、逆に血糖値が高いと歯の健康も悪くなるっていうことなんですよね。これ慢性的に高血糖であるということは、そもそも高血糖の人っていうのはお菓子とか炭水化物とかそういう糖分の多いものを好みがちなので、それによってそもそも虫歯になるっていうこともあるんですけども、それだけじゃなくて、
まあ、高血糖になると血液がドロドロになってくるわけですね。まあ、そうすると毛細血管の血流が減少して末端に血がいかなくなると、つまり歯茎にも血がいかなくなってきて歯茎が衰えてくるわけですね。でそしてさらに高血糖で余った糖はタンパク質と結合して終末糖化産物というものを生成するんですね。これは AGE と言われたりするんですけども、これは、まあ、体を糖化させると言いまして、まあ、糖化っていうのはつまり焦げるっていうことなんですね。細胞が焦げていくことによって全身の細胞が老化していくんですけども、まあ、これは歯茎の細胞も同じなんですよね。歯茎もこの糖化によって老化していきますし、この AGE は何が悪いかっていうと、コラーゲンの合成を低下させてしまうんですよね。だからお肌のシワとかシミの原因になってくるんですけども、歯茎っていうのもこの柔らかいコラーゲンの塊ですから、この AGE が歯茎のコラーゲン合成を、阻害することによって歯茎が弱くなっていくということがあるんですね。そしてさらに歯を支える骨も劣化してしまうということで、まあ、実は骨を作り出す骨芽細胞っていうのはインスリンの働きが非常に関わっているんですね。インスリンの働きが悪くなると骨芽細胞の働きも悪くなって骨が脆くなってくるので、だから糖尿病の方っていうのは骨粗しょう症も発症することが多いんですけども、まあ、全身の骨だけじゃなくて歯を支える骨も劣化してくるので、まあ、歯が抜けやすくなってしまうということで、まあ、高血糖であると歯にも非常に悪い影響が出てくるわけですね。ですから、まあ、しっかり歯磨きをするっていうことと同時に、まあ、甘いものを控えたりちゃんと運動したりして血糖値のコントロールをするっていうことも実は歯のケアに非常に重要なんですね。ですから歯と血糖値っていうのは非常に密接に関わっている、悪循環も起こすし好循環も起こす、密接に関わっているものなので、まあ、ぜひ血糖値の管理は、まあ、食事と運動だけじゃなくて歯のケア、歯間ブラシもしっかりやって管理していくということがおすすめですね。まあ、今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。